はようございます。バーンです。今日も裏の浜の手入れをしていきます。まずは、死んだ魚の回収、それからゴミ、それから、細かいねガラスの破片とか、陶器の破片、これの回収をやって、その上で水草の回収、そして穴掘って埋めるというところまでやっていきたいと思います。それでは作業開始。はい、どうもです。今日はねゴミ少なかったですね。燃えるゴミ、そして魚と陶器の破片ですね。陶器の破片やっぱり相変わらず多いですね。それとちょっとカスを集めたんですけども、まず、ゴミ出し、をした後にですね、カスだけをちょっともうちょっとたくさん集めます。はい、どうもです。やっぱりこの冷気は使いやすいですね。ちょっともうだいぶ、ガタが来て、開閉に苦労しましたでしょ。これね開閉に苦労することがあるんですよ。だから先端まで格納してしまうとなかなか出にくいことがあるんで、ここがストッパーなんですけども、ここをねあんまり格納 しすぎずにですね、この辺で止めて、でこの辺で止めておいた方がいいですね。でないとさっきみたいに全然日もさちもここから先がここにね引っかかって出なくなってしまうということが考えられます。なのでこの道具自体はこうやって使うんですね。でところがですね、前にも紹介しましたけれども、ここがね折れてるんですよ今。とりあえず応急処置ではないな、結構ガッチリ止めたんですけどもね、また新しいやつが欲しいなというふうに思ってるんですけども、要するに財政支援ですね。アマゾン取引で、もし支援していただければ嬉しいなと。ところがですね、今思ったんですけども、こう引っ張るときに、ここにちょっとね、持つところがあったら逆に便利だなっていうふうに思いました。これぞ不幸中の幸い、わざわざ転じて吉となすといったところでしょうか。水草の方ですけれども、肝心の。こんな感じで、やっぱり裏の浜の南端に溜まりますね。で、とりあえずこれを、いつもの、浜掛けが発生しているところに持って行って充填して、で上から砂かけて埋設という作業をやっていきます。一旦ここと。はい、どうもです。今ね GoPro Hero 9が謎の挙動を示しました。いつもは録画ボタンで、電源オンと録画スタートを兼ねるという設定にしてるんですけども、録画をスタートしても、電源オンしかしおりませんでした。こういうこともあるんですね。GoPro Hero 9をお使いの方は注意された方がいいと思います。この辺は GoPro Hero 8の方がまだ安定してる感触があります。とりあえずそんなこと言っててもしょうがないんで、作業再開します。なんだかんだ言ってやっぱりこの四輪リアカーも使いやすいですね。これからも重宝していきたいと思います。まだもうちょっと埋設量に余裕があるんで、水草を回収していきたいと思います。
はい、どうもです。浦の浜の南側半分ちょっとぐらいがクリアになりました。全部はちょっと一日では無理ですね。こんな感じですね。ここまでかな、できましたですね。完全クリアですね。完全クリアじゃないっていうね、完全クリアは北の端までやった時、真ん中ちょい6割ぐらいかなの範囲の浦の浜がクリアになりましたといったところです。これがね、1回でパーフェクトコンディションにはなかなかならないなといったところですね。はい、どうもです。ブラッシングした後トンボをかけたらね、完璧になるんですけどね、こんな感じになるんですよ。時間があればね、ここまでやりたいところなんですけどね。この状態が、ブラッシングした状態なんですね。で、こっちがトンボかけした状態、こっちがね、いいんですけどね。はい、どうもです。結局全部やっちゃいましたですね。2時間弱かな、2時間かかってやな、1時間半ぐらいですね、全部で。南端から北端まで、どうですかね、ちょっと歩いていってみましょうかね。北の端に近い方に行くに従って水草とかカスはね、少なくなってました。なのでトンボで十分対応できましたね。で、細かいことはもう気にしないと。この辺は状態非常にいいですけれども、この辺から先はブラッシングはしてなくて、いきなりトンボでやったんですよ。細かいカスは残ってますけども、やっぱ見栄えが非常に良いですね、トンボでやると。でも第一ボノリスも階段も越えて、北の端まで行ってしまいました。北端っていうのは柳の木の、たもとですね。はい、というわけでこんな感じで、浦の浜と清掃活動、まあパーフェクトじゃないですけども、良い状態になったんじゃないかなというふうに思います。ではでは。